これまた兄貴に送ってやりますよ。まあ絶対に負けられない。まあなぜかといえば日本初の生プロですから。まあ必ずね勝ちますよ。ビッグバイトもらってきます。負けるつもりは全然ないです。ご褒美は私がいただきます。兄貴になんて負けるわけがない。あ、もう釣ったっすね。やばいやばいっす、やばいっす。まあ勝負はこれからですから。ないです。おはようございます。おはようございます。ジャッカルのプロスタッフ、生プロ狂犬こと大和田圭一です。弟の大和田浩二です。だいぶ緊張してる。めっちゃ緊張してる。やばい。ということで本日は大和田ブラザーズで兄弟対決カジーバトロル。ルールは至ってシンプル。1本でも多く釣り上げた方の勝利。釣り上げた本数が同じ場合はサイズ判定となる。使用できるルアーはナジーバグのみ。用意された6色の中から1人3色を使用できる。チューニングは OK。 制限時間は7時間。時間内に戻ってくることができればエリアは自由。ただし到着が1分遅れるごとに1本の減点となる。わかりやすい。カラーって自由に選んでいいんですか？と、じゃんけんで選ぶことになります。じゃんけん。そう、今回はじゃんけん勝ち取りルール。同じカラーは使用禁止。じゃんけんに勝たなければ好きなカラーは選べない。勝ちましたよ。よし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 。迷うな。はい、1個目。まずはゴースト系の PCY キャンディーをゲット。じゃんけんポン。おお、やったこれいただきます。その後も白熱したじゃんけんでカラーを決めていく大和田兄弟。これで2人の使用するルアーが決定。とちなみになんですが、勝った方にはご褒美があります。え、あ、そうだ。負けた方の罰ゲームはないです。ない。あー、よかった。バンジージャンプ刺さられるかと思ったよ。この間やってます、やってたもんね。それでは5秒前、はい、3、2、1、スタート。よし、もらった。ファーストポイント到着しました。え、最初はね、ナジーチョイスチョコミント59M プラスに、ナジーバンガのPCY キャンディーですね。これでちょっと狙っていきたいと思います。水位は逆になんか上がった感じなんですよ。多分下の水門がね、締められたかなって感じなんですけど、濁りはね予想通りちょっと薄くなってきてる。まあ最初流れ出し関係から、ね、やっていきたいと思います。もうねこんな天気になるんでシェイドが入りますよ。だからもうシェイド流れ出し、このね2択、これを欄干で狙っていきたいと思います。口をなかなかね使ってくれない状況が続いてるんですよ。いかに気づかせてこの柔らかボディでね食わせていこうかなと思って。ちょっと下流に行きます。はい、ポイントに到着しました。若干減衰傾向なんですね。アプローチが難しい。まあ、ナジーバグ柔らかいんで着水音がナチュラルに落とし込んでいければなと思います。これで生ゾウを引き出してビッグバイト狙っていきます。撮影しておきます。いないです。わっ、来た。バレんなよ。よし、やりました。いい出方してくれました。最初にナマズをキャッチしたのは弟のコウジ。いやー、コンディションいいです。真っ黒です。スケールを濡らして計測します。お、60オーバー。
62センチ。すげえ。こんな中いるんすね。はい、こんないるんすよ。そっと着水させたら一撃でバイブしてました。やりました。ありがとう。バイバイ。幸先がいい。俺は勝てるね。兄にプレッシャーをかけるべく写真を送信。余計さん、これん、え、お、もう釣ってるし、でかいし、結構60ちょいですね。あ、もう釣ったっすね。やばい。ちょっとまだ自分釣ってないんで、ちょっと狙ってきます。上流行きます。しかし次のポイントに到着すると上流から大量の草が。これではルアーのアクションに支障をきたすため、移動先を考えていると。トケさん、え、2本目です。2本目。いや、さっきの魚じゃなくて2本目。マジで。そう、1本目を釣った15分後のこと。どんどん歩きます。よし、来た。よし、来た。バレ目よ。バレ目よ。よし、4目。やった。短時間で2本目をキャッチ。アジバンです。ナマズです。53センチ。やりました。カバーの際をトレースすると隠れていたナマズがビッグバイト。いやー、これまた兄貴に送ってやりますよ。楽しみです。これはまずいね。ちょっと急ぎます。しかし流れに乗った弟は止まらない。ポイントを変え、カラーローテーション。水に溶け込む YB シークレットクリアでよりナチュラルに攻める作戦へ。これ、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 来た。よし、来た。よし、やりました。やりました。3本目です。時刻は12時。午前中の2時間だけでなんと3キャッチに成功。3本目はサイズアップして63センチ。さらにその直後。やばい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 。やったー。本日4本目。やばいっすよね、これ。やばいっす、やばいっす。4本目です。59センチですね。爆鳥モードは止まらない。そして兄へのライン攻撃もやめない。ではリリースします。ありがとうございます。ありがとう。何そんなに釣れるんですか、ね、今日。いやー、今日は難しいと思うんですよ。ピーカンなんで。でもこの柔らかな素材なんで、ほとんどこう餌だと思って釣ってきてるんじゃないかなと思います。いい感じ。一方その頃、竹さん、これ移動中に、うん、どうしたんですか。また釣った。移動中に3本目。マジで。今ね、ちょっとね、1時間ぐらい一気に移動してきました。ここはもう第二のホームみたいなポイントなんで、ちょっと狙っていきたいと思います。濁りもね、やっぱり落ち着いてきてるので、この透けてクリア系のカラーでアプローチしてみます。鯉はいましたけどね。バラし食ったな。結構ネチネチやってると今浮いてきて食ったね。
やらかしました。ワンバイト。出たけどちょっとずれてましたね。出方が今のはでかかったですよ。何交換ですか？リックを、ちょっと大きくします。サイズがねちょっとやっぱり今大きかったんで5番から4番に変更します。ずれた？あ、4本目ですね。本当に？どれ？すごいな。今日来てますね。4本で、まさかの4連続キャッチ。その強烈なプレッシャーが兄を襲う。そしてよし、食った。あ、フッキングがちょっと甘かった。まあネットを入れようかと思ってたんで大丈夫かなと思ったんです。やっぱ強烈なロールでサイズが良かったんでミスりました。今日ね3バイト目、次行きます。移動時間を考えるとフィールドに立てるのはあと1時間半。今日のナマズのようにかなりタフな状況。そろそろね太陽も西に傾いてくるかなって感じなんですけど、対岸ちょっとシェードになってるんでそれをちょっと欄干と言って行きます。いやーやっと1本目ヘッドキャッチ。1本目来ました。いや遠かった。この1本まで遠いね。それでも嬉しい1本。よし頑張っていきます。57センチ。すかさず弟へライン攻撃。ありがとう。リリースします。はい、はい、バイバイ。よし、まあ、これからですよ勝負は。苦しい状況での大事な一本、反撃開始となるか。 BC フロックボーン、これにちょっとシフトします。出ましたね。よし。やばい。でかいな。よし。よし、2本目やったや。2本目、60度かな。よし2本目。はい3本目狙ってきます。残り時間はあとわずか。最後まで諦めずにナマズを狙う。お疲れ様でした。お疲れ様でした。スタート地点に戻ってきたんですが、そうですね、今5時5分前ぐらいなんですけど、はい、まだ帰ってこないですね。ちょっと時間まで待ちましょうか。そうですね、いや自分もギリギリかなと思ってまあまあ慌てて戻ってきました。ぴったりでしたね。でもね、ぴったりですね、はい、ちょっと待ちましょう。はい、ちょっと待ってみます。まあ来ましたね。アウト。セーフ。いや、セーフ。今5時8分ですね。ああ、
信号止まっちゃってセーフっすよね。いや、アウトですね。えはい、ということで改めてお疲れ様でした。お疲れ様でした。早速結果発表の方に行きたいと思います。はい、それでは結果オープン。はい、勝ったのは兄大和田圭一。うん、これマイナス、マイナス。いや本当は何本ですか。今日は5本。8分遅れてしまったのでマイナス8本ということで、マイナス3本。マイナス8本って何すかそれ。あらちょっとね悔しいね。本当は全部取りたかった、取って、まあ、本数で、ね、ちょっと勝ちたかったんですけど、まあ結果が全てなんでね、マイナスだった。プラス2本。65cm、 65cm。 あ、サイズは負けたね。厳密に言うと 65.5cm。 あ、そうなんだ。そう大人げないですけどいただきました。勝利した大和田プロにはご褒美としてジャッカルステーションへの単独出演権をプレゼント。ありがとうございます。すごい単独ですか。いや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 、ありがとうございます。ありがとうございます。これが生プロの強さですって言い切りたいけどすいませんでした。あのまだまだね、これからもね、生酢いっぱい釣って、うん、結果なじみ番組縛りだったので、柔らかカップと柔らかボディで、うん、まずナチュラルな着水温とナチュラルアクションで、こういうタフなコンディションでもしっかり食ってくれる。ただ自分がびっくり合わせしたそうなんだね。びっくり合わせしてしまったのは自分のミスですけど、もうねこういうタフコンディションでもね、ナジーバグの威力をねまた実感しました。ナジーバトル、いかがだったでしょうか。皆さんもナジーバグでナマズゲーム楽しんでみてくださいね。自分も、YouTube でナマプロ強肩チャンネルやってます。もしよろしかったらご視聴してください。よろしくお願いします。私もたまに出てます。それでは皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。